ミュージックキッチン TV。 イエーイ、始まりました。始まりました。イエス。この番組は音楽に関するあらゆること、楽器のことや作詞作曲のこと、いろんなことを発信していく音楽情報番組です。 MC を務めますニーナ光と申します。よろしくお願いします。イエス。そして作曲家のケンジーです。イエイ。そしてはい、ギタリストのカルロスです。ステキュー。さすが。はい、1回目はヒカリちゃんにスポットを当てて行ってみたいと思います。イエイ。お願いします。お願いします。私今はシンガーソングライターと結婚式の司会者として活動しているニーナ光です。10代の頃は歌って踊ってコントをするという。コントもしてた。コントしてました。お笑いアイドルユニット6人組で活動してたんですよ、うん、でも1年半ぐらい、2年ぐらいですかね、解散しちゃって、そっから東京に来ました。ノリでちょっと東京行ったらなんかやりたいこと見つかるかなみたいな。東京になんか骨があるとか、そんなんですか。全く何もなく行ったんですよ。そうなんですね。バカなんで。まあ変な事務所に騙されたりとかして。あ、やっぱりね。まあ、いろんなことを経験して、うん、でアルバイトの夜中焼き鳥屋さんで働いてて、もう私は何をしに東京に来たんだ。あーもうってなって、なるでグラスパリンって割れた瞬間、うわーって泣いて、店長にじゃどうしたんだ。そこで本当に自分がやりたいことなんなんやろって思った時に、真剣に音楽やってみようと思って、路上ライブやなって思って、よし日本に生まれたから日本全部行ってみようみたいな。で、全国47都道府県のストリートライブをしようと思って、うん、それどれぐらいの期間かけて。4ヶ月で。4ヶ月。はい、地元大阪のことを思って作った曲ですね。違うな。地元大阪のことじゃなくて、友達のことを思って作ったんですけど、そう、みんなにいつもいつも笑ってほしいなと思う作った曲です。聴いてください。笑ってたいね。構えすぎて力入りすぎとちゃいますか。そのうち頭も体も必死になってまうで。あんたいつも頑張りすぎ、ほら肩がってもてる。またお会いしましょう。お会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。